皆様こんにちは、西野真理でございます。本日火曜日なのでフリートークをすることにしました。なぜ火曜日にフリートークかと申しますと、今日2022年8月16日火曜日は、私がパーソナリティを務めております FM 家屋がお盆のためお休みなんです。それでこの火曜日がちょっと寂しいなと思い立ってこちらでフリートークをすることにしました。まずは皆様にお伝えしたいことは、新宮鬼太郎という私が退職1日目から始めた歌の会のことです。正直に申しますと、もう半分は開店休業状態です。私がこれをやり始めました動機といいますのは、合唱団ってたくさんありますね。合唱団ではなくって、歌を歌いたくって、そして、少し指導も受けてみたいな、こんな方がいらっしゃるのではないかという、思いからなんです。そして始めてみましたところ、少しずつ来てくださる方もあるんですが、どなたもいらっしゃらない日もありまして、そんな日は、私は自分の自主練習の日と決めて、そちらの会場で歌の練習をしております。場所は石川県河北市宇野家と110の一番地、お菓子の発酵屋さんというお菓子屋さんの裏側にある場所です。東京からでも3時間ほどでいらっしゃいますので、ぜひね、全国津々浦々からいらっしゃるととても嬉しいです。この会は会員制ではございません。もう単発でいらして結構なんです。予約も必要ございません。ぜひ皆さん一緒にいらして歌をお歌いになりませんか。これについて詳しい事情はですね、西野真理ブログと検索していただけますと、ブログにたくさん予定が書いてございますし、もしも何かの都合で突然お休みということになりましても、そのブログの方に書かせていただきますので、どうぞそちらをご覧になってから、ご来場くださいませ。今ブログのお話が出ましたけれども、このブログ、昨年の暮れあたりから始めまして、そして今もずっと続けています。かなりの量あるんですよ。多分200は軽く超えてるんじゃないでしょうか。しかしご覧くださる方は大変少なく、どなたもご覧になっていないブログもたくさんあるくらいですが、なかなか面白いんですので、ぜひともご覧ください。それから、こちらの YouTube 動画ですが、この YouTube 動画も今350は超えていると思います。自分でもなかなかよくやったものだと思うんですけれども、こちらもなかなか見てくださる方も少ないんですけれども、もともとこの、YouTube を始めた動機が、コロナでその時学校の生徒さんに授業ができなくて、授業をこれでやれればいいなという動機だったので、たくさん、もう何万人もの方にね、見ていただくというような動機ではなかったんですが、それでもね、たくさん見ていただけた方がいいんです。いいんですけれども、少ないものはそれこそ20人見てくださっているかなくらいなんです。でもね、考えようによりましては、その20人の方にとってはその曲、本当にとても聴きたくてたまらなかった曲でいらっしゃるんではないかなと思うので、これからもニーズがね、一人の方でもいらっしゃれば歌っていきたいと思いますので、よければリクエスト、コメント欄にね、この曲いかがですかみたいに書いていただけますと、絶対歌いますとはちょっとなかなか申し上げられないんですが、かなり頑張って歌ってきてみました。それで今までコメント欄で寄せていただいて、私が私の新たな曲になったのは平沢進さんという方の曲ですが、これもいい曲を教えていただいて、本当にありがたかったなと思っています。それとコメント欄なんですけど、私本当にとっても楽しみに見ているんです。なかなかこちらもね、お寄せくださること少ないんですけれども、いただいたコメントにはほぼ確実にお返事を返しておりますし、本当に楽しみなので、ぜひともよろしくお願いいたします。ただ意外に打たれ弱いので、もしもないんですけれど、そんなことはほぼ
なんかちょっとね、ネガティブなコメントでしたらば、私ちょっとすみません、スルーさせていただくこともあるかもしれませんが、今までコメント寄せていただいた方は本当に好意的でいらして、本当に励まされています。本当にどうもありがとうございます。また私が動画をアップしますと、どなたか私未だにわからないです。家族でないことは確かなんですが、もうあっという間に必ず見てくださる方がいらっしゃるんです。そして必ずその方、高評価ボタンを押してくださるんです。どなたかわからないんですけれども、この場を借りて熱く御礼申し上げます。ありがとうございます。また YouTube では歌だけでなく、このようなフリートークや、最近は朗読も始めてみました。この本もいかがですかなんていうリクエストもいただくと嬉しいなと思います。それでは今日のフリートーク、これでおしまいです。